パンサー尾形は宮城県出身。2014年に抱かれたくない芸人ランキングで1位に選ばれた。パンサーにおける役割はキャプテン。自称パンサーの微笑みを担当。サンキュー、フィジカル、メンタルは口癖でギャグではないと言っている。好きな女性のタイプはふくよかな女性で、渡辺直美の彼氏を募集する企画に応募したことがある。小学校の頃からサッカーをしていて、仙台育英で3年の時に10番でキャプテン。スポーツ推薦で中央大学へ進学。後輩に中村健吾がいる。大学卒業後宮城に戻って就職し、1年半くらいで辞めて芸人に。心に思っていることはちゃんと言わないと気が済まない性格で、店員がお釣りを間違えた時も、すみませんこれ1円足りないですという。飲食店で隠し撮りをされてた時に、もし撮ってるなら言ってくれたら内緒で撮らず一緒に撮ろうと言い、最終的にはみんなで一緒に焼肉を食べた。松島町の観光大使をやっていたが、問題を起こしてないのに何かしそうだと思われてクビになった。南アフリカ現地集合だった仕事があり、ライオンに襲われましたけど戦って勝ちましたと言っている。幼稚園の面接で、大きな病気はなく健康ですかと子供のことを聞かれたのに、はいそりゃあもう元気だけが取り柄でやってますからと答えた。笑いを取るために頻繁に坊主頭にする。